こんにちは、赤ちゃんです。今日は、こちら、じゃん！ヨナナス。こちら、ドールから出てる、フローズンフルーツを、この機械に入れることで、デザートにすることができるという、これからね、暑くなる季節、いいんじゃないかなと思います。冷凍の果物野菜を、ヨナナスメーカーにドロップ、スカッシュするだけで、出来上がり。このヨナナスさ、ちょっと前の商品なんですけど、当時、かなりの金額してたはず。それぐらいしてたヨナナスが、いくらだっけ？ 4,000 円ぐらいで買えたのかな？かなりめっちゃ安くなってて、驚きました。美容雑誌とかにも載ってきてたりして注目を集めてたんですけど、なぜかアマゾンでそんな安くなってました。気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。そう、これね、お誕生日ということで自分に買いました。わたあめメーカーとかいろいろ買いました。はい。え、みかん皮付きのまま冷凍なの？本当に？ちょっととりあえず開けましょう。ポン。あー、そっか。僕ね、黄色が好きだったんですけど、黄色売り切れてたのかな？ピンクです。じゃーん。ヨナナス3色ぐらいあって、白、ピンク、黄色かな？黄色が良かったけど、ピンク可愛いですね。これが投入口。お、すごい。ギザギザ。うわー、これ痛そう。ちょっとね、洗っていきたいと思います。今回はいろいろな材料を準備してみました。うわ、冷たい。バナナ2本です。結構小さくカットしたけど、こんなに小さくカットしなくてよかったみたいです。リンゴと、キウイと、オレンジが入ってます。で、あとこういうのもいいんじゃないかなと思って買ったのが、スーパーとかで売ってる、冷凍ブルーベリー。これもいいんじゃないかなと思いました。じゃあね、早速、やっていきましょう。オッケーオッケーオッケー。いいぞ。じゃあまず最初に、かき氷みたいなね、セットして、バナナを入れましょう。はい。いきますよ。スイッチオン。すごくいい。リンゴとか、いろいろ入れてみよう。リンゴもオッケー。これね、全然力いらない。キウイとかいろんなフルーツ入れようね。せっかく。くっついちゃってる。取れるとこだけ取ろう。うわ、全部丸々剥がれた。はっ。オッケー、オレンジも入ってる。オレンジ入れて、キウイ入れて、よし、これで一回。うわ、すごい。ブルーベリー入れます。完成したものがこちら。ブルーベリーとか、緑色のやつはキウイだし、最初のとこはバナナですね。バナナすごいクリーミーで、ちょっとシャーベットっぽいとことかいろいろありますね。美味しそう。食べるぞ。いただきまーす。うん、今のは、リンゴとみかん、爽やかで美味しい。え、すごく美味しい。ん？これは？うん、美味しい。全体的に酸味が強いのを今回使ってるからね、キウイとか。冷たい。ちょっと混ぜましょう。コールドストーン的なね。え、こんな滑らかになるんだね。うん。たくさん入れて何が何なのかちょっとわかんないんだけど、全体的に酸味が効いてて美味しい。で、口当たりかなり滑らか。全部綺麗にペーストされてますね。すごい。こんなにも綺麗にペーストされるんですね。いちごも冷凍したんだけど、使ってなかった。これ多分フルーツだから、アイス食べるよりも確実に体にいいですね。確実に。うん、ブルーベリーが甘酸っぱくて美味しい。ごちそうさまです。チョコバナナ作ってみようかな。ちょっとね、板チョコなかったので、この前アメリカ人のいとこからもらったチョコレート。アメリカのチョコレートだね、これ。え、こんな感じなんだ。日本だとアルミホイルだけど、こういうのに包まれてるね。まあ、アメリカもアルミホイルで包まれてるのあると思うんだけど、うわ、すごい甘くていい香り。ちょっと普通に食べてみたい。かなりビター。甘いバナナと合うかな？チョコを入れて、交互に入れたいけど、多分そういうことできないから、隙間にチョコ入れて、まあ、最後にかき混ぜてもいいか。よし。それでは、チョコバナナいきまーす。バナナいなくないって感じの色なんだけど、こんな感じ。ブルーベリーチョコバナナになっちゃった。上の方ちょっと大丈夫かも。上の方食べてみます。めっちゃチョコ来てる。いい感じ。チョコブルーベリーになってる。ブルーベリーが残ってる。あれ？チョコバナナどこ行った？ここら辺チョコバナナかな？チョコバナナだ。しっかり洗ってからやるべきだったね。製氷機で牛乳を凍らせて、で、クッキーと交互に入れてシャーってやると、オレオクッキーシェイクみたいなのできるかも。シェイク作れるかも。で、バナナも入れる？
お腹いっぱい。はい、めちゃくちゃ良かったですね。ちょっと最後ね、しっかりと洗ってからチョコバナナ作ればよかったんですけど、バナナの味が感じられませんでした。バナナを入れると甘くなりますし、桃とかあんまり食べないか、なんだろう、甘いフルーツ、人参とかトマトも一緒に入れてもいいみたいですね。アスパラガス、おー、なんかいろいろありますね。あれだ、スムージーみたいな感覚で作れるってことですね。洗い物もすごくやりやすかったんです。ここね、ちゃんと分解できるので、そしてここもね、全部手が届く、ここも一応さ、スポンジがシュッて入るから、ここほら、ここからもね、スポンジ入るから洗いやすかったですね。まだね、ちょっとしか使ってないので、あまりよくは分かんないですけど、すごくいいものだと思います。ちょっとね、いろいろ応用ができそうなので、いろいろ応用してやりたいですね。で、思ったのが、アイスを作るもの、生クリームと牛乳と卵を溶いたものを凍らせて、これでクラッシュするとクリーミーになるんじゃないかな、わかんないけど。アイスメーカーのちょっとね、大変な部分は、容器をあらかじめ何時間も冷やしておかないとできなかったり、シェイクとかかき混ぜるとか、こう長時間やんないと固まんなかったり、結構疲れたりする感じじゃないですか、アイス作るのって。他にもいろいろ応用を聞かせれば、なんかスタバのメニューとかも作れるんじゃないかな。チェイクとかそういうのも作れそうですね。牛乳とチョコとストロベリーとか美味しそう。いろいろそういうのも作れるかもしれません。かなり手頃なお値段になったので、興味がある方はね、買ってみるのもいいかと思います。またね、これを使って何かを作るのもね、動画にしてみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。